よう。おはよう。今から熱っ。おはよう。アイスありがとね。今から私はこれ食べる。もう今日は頑張った。もう本当に頑張ったから自分のご褒美をあげます。もう本当に頑張りました。今日はアイスありがとうございます。頑張ったとか言ってるんですけど、まだ終わってないんですけどね。まだ終わってないけど、今日は自分がすごく偉い日なので甘いものを食べてね。急だったからね、びっくりした。だから今日は甘やかします、自分を。もう食べないとダメ。食べない、やばい、これやばい、やばい、やばい。アバターチェンジしてくれてありがとう。うんうんうん、おいしい、かわいい、ありがとう。でもこれ、あ、待って、入ってんじゃん、入ってんじゃん。かな、そう、うん、ここ全然私が耳悪いだけ。待って、ありがとう、桃が来た。待ってよ、違う、このさ下の、あ、ちょっと待って、汚い。ちょっと、いや待って、汚いよね、見せない。待って、やばい、これマジうまい。雷、そうだよ。でもなんかチーズケーキ久しぶりに会えて楽しかったね。え、ほんと嬉しかった、ありがとう。アイスありがとう。でも声でかすぎませんが、美味しいけど、うん、私声でかいから、私は声が大きいので。今日はねお見送り超楽しかった。うん、美味しい。うん、明日はおしゃべり会。おしゃべり、おしゃべり会です。来てください。もう締め切られてますけど、来てください。うん、6部 OK、 待ってる。ハートありがとね。
行きます。よし、待ってるよ。ももちゃん明日寝るときないって。あります、あります。でも今日はね、急遽朝出たので。え、ナナブ来てくれる。あ、アイスボックスありがとうございます。ありがとう、パクパク。なんか今日はね、急遽だったので、あんまりね、朝は寝れてないから、お昼にね、スタッフさんが優しいから、そう、スタッフさんがベッドも用意してくれて、優しすぎん。もうね、私感動しちゃった。もう優しすぎて。だって私全然椅子で寝る予定やって、アイスありがとう。で、私椅子でこうやってで寝ようかなって思ってたんですよ。じゃあ、ワイなんちゃら優しいし、何？星になってる。で、なんか急に昼公演と夜公演の合間眠たいと思うから、劇場の座席で、座席はないですけど、そう、でも用意してくれて、ベッドも1時間爆睡。ちょっと口開けちゃって。だからさ、その寝起きで私お出迎えしたんですよ。結婚してありがとう、しようね。アイスありがとう。うん、入ってきてない。でもなんか私寝起きでお出迎えしたんですよね。じゃあ口開けて、ちょっと口ちょっとだけ口開けちゃって寝てたんですけど、じゃあそれの原因なんですけど、絶対に。ありがとう、クマの天使、ありがとうございます。こんばんは。じゃあさ、喉の、じゃあ、お昼公演から結構喉の調子悪くて、ちょっと喉の調子悪いなと思ったら、と寝てから余計悪くなっちゃって、もうガラガラやのにめっちゃうるさい。アイスありがとね。そう、うん、確かに今日久しぶりに会いましたね。めっちゃ呼び捨てで連呼しちゃった。あれ、寝起きでしたね、久しぶりだったからね。めっちゃ雷鳴ってますね。みんな気をつけてね。うん、美味しい、これやばい。もう半分も食べてもうた。あ、ありがとう、レインボースター、アイスありがとう。あなたもメンバーも本当に優しいよ。え、ほんまに嬉しい。こんばんは、嬉しい。メンバー重いですか私。あ、待って、こぼしちゃった。最悪、もったいない。これは絶対10カロリーぐらいやな。10カロリーを落としてしまった。まあいいや。あ、でもね、ひろかすごかった。なんかね、めっちゃ感動しました、ひろかの初日。うーん、うまっ。うん、結婚してありがとう、しようね。今日前列ね、前列だったね。でも私も絶対泣いちゃうと思う、初日。もうだから超気持ち分かった、泣いてる時。泣いちゃうよ、あんな立ち位置もさ、ダンスもさ、立ち位置もダンスも覚えて、プラス多分 MC とかも全然分からん状態に、あ、レインボースターありがとうで入ってさ、し
かも同期がおらへん状況だからさ、多分涙は絶対出ちゃうね。それ絶対、え、嘘、ありがとう。でも私は今ね必死こさに頑張ってるので、皆さん少々お待ちくださいませ。こんばんは。まあでも私は MC 大丈夫です、多分。手紙ありがとう。やばい、泣いちゃう。でもね、文化がね公演出るってなったらみんな泣いちゃうと思う。多分桃花のファンなら泣くと思う。もうね、本当に私は自然渋滞の時からダンスが本当に下手くそでね、いっちゃん端っこだったからね、多分ね、多分私も泣くと思うし、でもみんなも泣くと思う。それで桃ちゃんからレスたくさんね、ありがとう、来てくれて。こんばんは、かわいいです、ありがとう。多分私は絶対泣くと思います。うん、もうね、多分ほんとプロ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 涙出てくると思う。もうね、私ほんとにねパフォーマンス力がほんとにないから、そうだからね、感極まってめっちゃ泣くと思う。こんばんは。なんかもう泣く自信がつい、なんか自信があります。拍手ありがとう。こんばんは。だからみんなをね泣かせに泣かせたいなって思ってるんで、少々お待ちください。少々お待ちください。で、私本当目標は自分の誕生日、あ、そうだよ、昨日と同じです。言わないでよ、部屋着のまま来ちゃったんだから。着替えるけどね。こんばんは。そう、今日はねもうレッスン着っていうか、もう、ね、衣装に着替えるだけだから部屋着のまま着ちゃったの。そう。大丈夫、汗かいてないから、ちょっとしか。ピョン吉元気だよ。今日はあれ、今日マリノさんが、え、ピョン吉そうって言ってた。あ、そうですね、ニューシングルの詳細の配信があるのでお楽しみに。そう、マリノさんが、私その時ね聞こえなくて後で教えてもらったんですけど、ナナからマリノさんが、あ、ピョン吉そうって言ってたよって。そう、それ聞いて、そうなの、え、違う、ちゃんと上着着てる、着ようか、お風呂入らなくても、え、分かってる、これこれ、暑いよ、だから脱いでたの。暑いよ。そう、なんかジャージめっちゃ似合うんです。飛べないアゲハチョウ、これはな、なんかベージュみたいなやつ。アイスありがとう。何の話しとったっけ。あ、そう、マリナさん、まだ似てますか。
そうなんです。あ、そうだ、言っちゃった。真似せえへんって言ったのに。そう、私結構ね、あの封印してたんですけど、でもマリナさんの私も真似、結構私本当に似てる自信があって、でもね、なんかもうバカにしてるみたいで本当に嫌なんです。ありがとう。やだ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 、もうこれでマリナさんに嫌われちゃったら私もう本当にもうやめちゃうもうやめちゃう。アイスありがとうございます。どうもありがとう。でもね、私的の目標、あ、目標じゃ、目標はね、できればさ、誕生日が8月28日にあるから。雷怖い、やば。誕生日が8月28日にあるから、なんかそれの前には出たいけど、多分なんか分からんから、8月なんか誕生日迎えてすぐとかがいいな、目標。公演出るのあと1ヶ月ちょっと。雨降ってる、めっちゃね、本当に出る。いや違う、あの私の目標ね、出たいなって思ってる。もうね、本当泣いちゃう絶対に。こんばんは。そうなの、8月はね忙しいもんね。いつでも何分に終わろうかな。40分35分に壇上を見ます。こんばんは。あとはその特別配信が決まったので見てね、楽しみ、超楽しみ。さて詳細は何でしょうね。何でしょうね。本当にもう来た、ありがとうございます。以上一気に。もーちゃんも詳しく知らないの知ってますアイスありがとうね。アイスありがとうね。やば、雷大丈夫そう。いろいろ、食物生まれのレアチーズケーキって書いてあるんだけど、これどういうこと。植物生まれって何なん。植物生まれのレアチーズケーキって何なん。意味分からへんねんけど、どういうこと。知ってるよ、知ってるからね。そう、何やろ、植物生まれのレアチーズケーキ、何やろ、植物から生まれたんかな。植物、あ、そうなんです。今日ゴチャは40分遅れスタートなので、いろいろ、あ、危ない、なんかちょっとなんか危ないこと言ってまいった今。あ、よろしくお願いしますちょっと待って、危なかった。おう、セーフ。これってさ、もし仮に、チーズ、あ、できてる。へえ、乳製品？どういうこと？なんか今ふと思ったんですけど、今間違えてほんまに言ってもらってんけど、もしさ、そうだよね。なんかショールームとかって。そういう、なんて言うんですか、まあいっか、いいよいいよいいよふう、アイスありがとうございます。いや、なんかシンプルに、もし仮にポロッとなんかそういう下ネタ系とか話したらどうなるんやろうと思って気になっただけ間違えたアイスありがとうございます。
アイスありがとう。ああ。怖っ。よかった。トムロックありがとうございます。どんどん来てる今。そうだから今気になっただけ。ありがとう。でも今日さ、ももちゃんとさ、そうだよね、アウトだよね、そうだよね、それそうだ。分からん、私全然分からん。花火大会花火大会ね、どうなんでしょうね。でも花火大会行きたいねんな、めっちゃ。ももかは最近サホにずっと言ってるのが、ももかの最近行きたい場所発表だから、また旅行行こうっていう話してて、北海道と沖縄とディズニーランドとユニバと、富山県と福島県と奈良県と沖縄に行きたい私は。あー待って、でも鳥取も行きたいな。それな、サホとナナが配信しててさ、二人で許せん。大阪ね、わかる。大阪はユニバに行きたい。福島県はなんかね、私は自然と触れ合いたいですね。あとは新潟、北海道、北海道はあのお菓子を買いに行きたい。赤坂から、そう、どんぶらこループ。ありがとう、待ってるね。海外行きたいねんけど、なんか言葉が通じひんかったらなんか怖くていけん。アイスありがとう。3人でタコパしようって、タコパか、タコパか、いいよいいよ、タコパしようじゃ。アイスありがとう。富山、福島、新潟か、あ、そうなんや。沖縄かぶったの微笑みタイム、どういうこと。白い恋人じゃなくてトウモロコシのお菓子でも怖い、スマホがあってもやっぱ怖い。だってスマホなくしたら終わるやん。じゃ福島出身なんですね。そうなんや。こんばんは。福島、新潟の隣やでな。そうなんや。新潟の隣、新潟があってパッて見たら福島ってこと。待って新潟住んでます。じゃあパッ、待って、どういうこと。あ、そういうことか。そういうことねそういうことか。ユニバ、トコパ、インドネーション、関西。なんて言うの逆に。ユニバ。もう来た、ありがとうございます。あ、東の隣、新潟の上には、新潟の上、新潟の上か。新潟の上なんでしょうか。新潟の上って何ですか。青山形か。難しいですよね、県庁所在地。なんかマジで県庁所在地は難しすぎて、私本当にあそこしか分からん。ほんまに兵庫県と大阪どっ
と北海道と沖縄と新潟と暮らしか分からない。ピョン吉、そう、横当てる。え、新潟の横富山じゃないやろ。新潟の下じゃない富山って。アイスありがとう、アイスありがとう。新潟の下長野、むず、もういい、もういい、この話もいいや。わかりました、ありがとうございました。うん、てかちょっと独特で食べからと、うん、全然違う違う。四国4県、四国4県、あ、もういいのにこの話。香川、愛媛、島根、青森ね、めっちゃ嫌。新潟の左は韓国。そうなんやね。何？名車中。あ、そうなんや。島根。もう来てありがとうございます。日刊スポーツ、これありがとうございます。ありがとう。何？あ、間違えた。違う。青森か。青森か。あ、もう違う。え、なんか今、そう、違うんです。今もう話をやめようって話をしたところなので。アイスありがとう、今日も良かったですね。え、ありがとう、来てくれて。こんばんは、島根は話しのみに、ありがとうございましたもう自分分かりました。本当にありがとうございます。本当に勉強します、もっとね。すいません、アイスありがとうございます。うん、お取り寄せしました。めっちゃびっしり書いてたでしょ。徳島か、あ、高知か。今日もかわいい、ありがとう、嬉しい。今日は頑張り、興味がそう、ももちゃん興味がね、湧かなくなっちゃったらもうどうでもよくなっちゃうからね、ダメなところですよね今日ラジオ何すんねやろ。もう今日は本当に泣かんようにせなあかん。ね、今日ラジオの日ですよ。なんか楽しみがいっぱいあるんじゃない？ももかが好きな人は、もしかしたら、だって今日はごちゃがあって、あ、前座出てごちゃがあって、明日おしゃべり会で、明後日特別配信。どう？実際生で見たけど可愛い。え、ほんまに嬉しい、ありがとう。ラジオ頑張ってください。頑張る、ありがとう。そう、そうです。今日、じゃあ今からラジオ。そう、今日ね、あんまり寝れてないから頭が回るか心配なんですけど。あ、そう、ほんでまた前座があるんか。待って、かゆ、なんか、そう、前座があるからね。会いに来てほしい。なんかさ、今日さ、なんかね、なんか全然今日ペンライト少ないやろうなって思って、なんかさ、舞台袖美人だよね、ありがとう。なんか朝配信でもする時間ないもんな。いや、でも朝配信はやらん、あ、でもどうやろ、あ、でもやらんかもしれん。なんか私何話しようとしたっけ、え、忘れちゃった。あ、そうや、舞台袖からなんかペンライト見えるんですよ。で、私いつも前座出る前にずっとその舞台の袖からじーって見てて、あそこに何々さん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 っていうのを私いつもしてて、舞台袖から。で、今日ね、なんか本当になんか急遽出たし、で、夜公演もなんか
まり私のファンの方来てくれるって方があんまり聞いてなかったからいないのかなと思ってて、で舞台袖からこうやってずっとじーって見とったんですけど、あんまりピンクと緑がいなくて、あーやっぱ今日やっぱいないかって思ってでも頑張ろうと思ってこうやって見てたんですよ舞台袖からじーって、ああそこに何々さんいる、ああそこに何々さんいるとかこうやって見てて、じゃあね意外と今日昼公演はそんなやったかもしれんけど、夜公演がなんかねめっちゃいっぱいあの私のペンライト振ってくれてて嬉しかった。えそうずっと見てる、こうやってなんかこうやって階段上がってシーって見て、ああいた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 アイスありがとう、行きたかった、また来てね意外に。えそうね、そうなの、嬉しいことにさいてくれた今日は、あいたと思って、待って、こわ、雷、光った、こわ、あ、拍手しちゃった、そう、間違えて拍手しちゃった、ごめんなさい、やば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 、ねえねえねえ、私の一番可愛いとこに気づいてる、え、カジちゃんもやってるん？え、あ、こっちの部屋や。フォローしました、ありがとう。おーい。絶対こっち。どんどこどんどこ。絶対こっちにおる。大丈夫かが不安だ、私はもう何でも大丈夫なんだけど、光った、そうな雷なの、そうだよね、もかちゃんの事務所的に、ね、うわ髪の毛切った、切ってない、あれどうするどうする、どうする、髪の毛切ってないどうするどうする、え、これ絶対大丈夫なんかな、わかんない、 NGT さんにさ、 そうだよね、あるじゃん、そうだよね、こっちは余裕なんだけど、そう、ママか怒られるの怖いからやっぱもうやめとこうやめとこう、だからもかちゃん、もかちゃんがいた、待って、こっちこっちでちょっとだけ声聞かせとこう、モカちゃんいた、モカちゃんいます、やばいやばいやばい、モカちゃんいました、映らないようにしますね、一応あのなんか事務所的な問題がある気がして、そう、私は大丈夫なんですけど、あの LGT さんはやっぱありますから、 LGT さんですから怒られるの怖いもんね、そう、ちょっと見て、怒られる、何それ、おなら足で鳴らせるタイプなんだ、靴下がおならだって可愛いやろ、おなら、か、かわぐらい、わ、わ、かわすごい、おなら靴下、おなら、おなら靴下か、どうやってしてるの、いつもそういう話しようよでもちょっとね、あんま NGT さんの配信ですから、うん、あんまり言うたらね、おならとか言ったらいいんだよ、もう、もういいよ、もうみんな分かってる、マジおなら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 とか全然やってる、おならとか言っていいんだ、うん、足臭いとか言ってるし、うん、あの小林出てるとかやってるから、足臭いはねバレてるんだよな、うん、私な、うん、ありがとうね、いえ失礼しました、いいえありがとう、もちゃん隣でしたね、ここかかってやった気づいた、え、ここのこと、え、嘘、全然わかんない、え、じゃあなんで来たん、え、隣かなと思って見てみてそういうこと、嘘、なんで、え、僕だってこうやって、え、ごめんなさい、やってた、すいません、わかんなかったです、え、そう、よかった、じゃあちょっとお隣さんで、え、ランジの配信もあるの、私ね、今日誕生日なのよ、え、明日か、もうすぐ誕生日だから、え、あと、ね、そうそうそう、だからえ、もうか、待って、チーズケーキ自分で食べちゃった、待って待って、え、それは私のだよって飲みかけの黒ウーロン茶、全然やだ待って、ちょっと誕生日、実はね、でも全然そんなあの祝うもんじゃね、祝うもんだろ、やばいよじゃあな、また後でな、また後で、おめでとう、いやありがとう、一番目を、ね、そうよ、本当にマジで今日一番素晴らしい、ありがとうね、お邪魔しました、バイバイ、どうも、中井理香です、うわすいませんでした、すいませんでした、すいませんでした、失礼しました。
しました。ごめんなさい。ねえ、なんであんな面白いねえ、怒られる。ああ面白い。なんであんな面白い、ほんまに。お誕生日やったんか、ちょっと申し訳なかったな。24歳、最後25歳か、ももかと4歳差。いやー、かりちゃん大好き、本当に。なんか本当に気づかへんかったって。何、ももかちゃんに聞きたいことがあります。どうしましたか。ペンライト振ろう。振ってね、ありがとう。さっきさ、こうやってどん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 押してたから、かりちゃんはそれに来たんかなと思って、なんかここのちょっと透けてるんですよ、窓が。そこでなんか急にかりちゃんがへばりついてて、でおいでってみたいな感じで言ったら、ちょっと事務所的にやめといた、怖いから。なんか怒られるのだけ本当怖いから。なんで僕の名前知ってるんですか。お見送りびっくり、嬉しかったです。なんかね、知ってる。なんででしょう。知ってます。うどんもりもり食べてる。いやもうほんまに好きです。多分ね、秋山ゆなちゃんとかっていけるんかな、同じ48グループやから。でもかりちゃんはどうなんでしょう。あー面白かった。どうもりかさんの名前を出しました。あー面白い。ピョンキッティ T シャツ2枚持ってる。そうだよね、多分 AKB さんだったらいけると思います。あ、ゆなちゃんの声が聞こえるね。待って。違った。ゆなちゃん来たんかと思って、ゆなちゃん迎えに行ったら違った。ゆなちゃんじゃなかった。めっちゃ聞こえるんだ。超聞こえる。ただいま。ゆなちゃんじゃなかった、まゆちゃんだった。私ゆなちゃん大好き。もうゆなちゃんが来たら私はもう行くっていう、もう決めてる。もうなんかね、もうスタートダッシュ。もうね、今靴下履いてないんですよ。ちょっと本当に見てほしい、私の靴下。見えた。じゃあカイジちゃんドア開けたままやってるね。待って、来た。今配信してる。そっちも配信してるの？うん、別の部屋？別の部屋。繋がってる。今配信中。ゆなちゃんは来てない。来る？事務所？誰ちゃん？ゆなちゃん。ゆなちゃん。ゆなちゃん。え？なんで？そうなの？配信してるのに今ここにいるの？そうだよ。もう自由なんよ。ここ自由。ちゃん今日休みなの？危なかった。
え、わかんない、わかんないけど怖いじゃん、怒られたくないから私。嬉しかった、よかった。え、今日ゆなちゃん休みなの？ってなんで、どうしたの、ゆなちゃん。ゆなちゃん何かあったのかな。ゆなちゃん何かあったのかな。ゆなちゃん、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 待って、終わらないと配信。靴をちゃんと履きましょう。あ、仙台、あ、そっか、頑張ってね、ゆなちゃん、偉いね、本当に。違う、ちょっと不安、情緒不安定じゃない、今日はマシな方。そう、マリちゃんも休み。さてつさーてつ配信終わるか。そう、マリちゃん、ももちゃん、ゆなちゃん悲しい。うん、明日はおしゃべり会いっぱいお話ししましょうね。来る人、はーい、手をあげるわ、手をね。お休み多いね今日。どんぶらこ、ありがとう。明日お話し会、来る人、来る人。うん、わっ、ありがとう、待ってるね、みんな、ありがとうございます。ということで壇上を見たいと思います。仕事で時間の早い部はいけないの、遅い部だから、私一番遅い部だから。頑張ってね、みんな、お仕事応援してます。じゃあ13位、あ、面白かった今日の配信。13位、ブルーさん、ありがとうございます。12位、グリーンティーさん、ありがとうございます。11位、ヨコリンさん、ありがとうございます。今日はありがとうでした、こちらこそ、また来てね。10位、タムさん、ありがとうございます。9位、流星さん、ありがとうございます。8位、ハマジさん、ありがとうございます。今日はピョン吉とラジオ頑張ってな、明日のしゃべり会6部会からよろしくやる、よろしくね、待ってます、ありがとうございます。7位、カイラさん、ありがとうございます。6位、リチユさん、ありがとうございます。5番、レイワン、あ、5番じゃない、5位、レイワンのひじかたさん、ありがとうございます。ごちゃんにガッタファンのしゃべり会楽しんでね、おしゃべり会参加して楽しみにしてます私も楽しみ、ありがとね。4位、たけるん、ありがとうございます。こちゃ楽しんでな、スキップや、おやすみ、ありがとね、こちゃ頑張るね。3位、たくぞうさん、ありがとうございます。3位、間違えた、22日の特別配信楽しみにしています、楽しみにしててね、ありがとう。2位、ハップさん、ありがとうございます。1位、スキャットさん、ありがとうございます。こちゃ配信ありがとう。この後のこちゃ先週みたいにならないように期待してる、頑張る。あ、そうだよね、泣かないようにしますはい、ということで皆さんありがとうございました。バイバーイ。え、まだ終わりたくないんだけどね、実は言うと終わりたくあらへんのやけど、私切りたくない、やだ、やっぱ切りたくないかも。そうだよ、打ち合わせなんだけど切りたくなくって、もう切ったらもう、やだね。もうさ、切りたくないけど、切りたくない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 けど打ち合わせが始まってしまう。あ、どうしよう、でも頑張る、ありがとう。どうしよう、でも切らないとダメだけど切りたくない。
切るわ。ハイトありがとう。切りたくないよ。ちょっと待って、切りますわ。もう切ります。じゃあもう私切りますね。切ります。バイバイ。やだな、バイバイ。切りたくないんだけど切ります。バイバイ。